小学生にもわかる政治家のお金問題、世の中をリーガルチェック、弁護士の高橋です。今日は政治家は市民にお金を渡しちゃダメということについてお話しさせていただきます。最近のニュースとしてこの2人の方が取り上げられました。まず1人は菅原一秀元経済産業大臣が辞任したという話です。この方は有権者、自分の選挙区の方に対してお葬式に出席をして香典を渡したということがちょっと問題視されました。もう1人は三崎裕太さん、元青汁王子と言われている方です。この方はツイッター上で、1億8000万円を1人100万円ずつ、ばらまく渡すというような話をした後に N 国党から立候補するという話が出ました。お金を渡したその後に立候補する、こういったことが認められるのか、そういう意味で問題とされています。まず基本的な話ですけれども、今の話は全て公職選挙法っていう、選挙を公正に行いましょうという法律に違反する可能性があるということで問題視された事柄になります。その公職選挙法では寄付行為といって、要は政治家がお金をあげることはダメだよというふうに規定されています。その逆、政治家がお金をもらうこと、これはいわゆる贈賄収賄という贈収賄の問題としてテレビで取り上げられることがありますけれども、その贈収賄の逆版、政治家がお金あげる方、これが今回問題になっているケースです。そして公職選挙法上は、選挙に立候補している人、立候補者や候補者になろうとしている人はお金を渡しちゃダメというふうなルールが決められています。ただもらう側はと書いてますけれども、もらった側の市民は公職選挙法では全然罰せられません。ただ挙げた側の立候補者などは50万円以下の罰金などに処せられることがあります。なんでこのお金渡すことがダメなのっていうところになるんですけれども、ちょっと考えていただければと思うんですが、政治家が有権者にお金を渡しまくれば、お金あげるよって話になったら、お金で票が買えるわけです。いわゆる買収が横行する可能性があります。あとはやはりそういう形でいろんなところでお金を配りまくってて、その意味での評価が上がってしまうと、お金持ちの人ばかりが要は票を得られることになって、その結果お金がない人たち、所得が低い人たちを代表する政治家などが生まれてこない可能性がある、そういうリスクがあるので、お金のばらまきはやめましょうねということになっています。では菅原一秀元大臣、辞任して、辞任届出してますので、元大臣と呼ばせていただきますが、菅原元大臣はどんなことをしたのか。今回原因となったのは、選挙区の有権者のお葬式に公設秘書の方が香典を持っていったと。このことが問題視されました。当然、香典、要はお金を渡す話ですから、寄付に当たりますので、原則としてはこの寄付はダメなはずなんです。たださすがに政治家でも身内や知り合いとかのお葬式に出ることもあれば、結婚式に呼ばれるということもある。政治家として結婚式に呼ばれてスピーチをするということは、よく多く行われていることですから、出席すること自体が認められないわけではないんです。ただ香典も無制限に認められるわけではない。そこで法律がどうなっているのか。自分が自ら出席する場合はお葬式とか結婚式で香典ご祝儀渡していいですよってなってます。なので今回の菅原元大臣の場合は公設秘書が持ってっちゃったから問題なんです。なんでこれがダメなのかというと、公設秘書が持っていけば、例えば公設秘書、施設秘書含めて、100人抱えてる。で、その100人が香典持って日本中に香典を配りに行けちゃいます。そうするとやはり資金力ある人がたくさん香典を配りまくれるってことになってしまうので、やはり自分自身が行った時だけは払っていいよというルールになっています。次、三崎裕太さん、この先ほども話しましたが、この方が問題とされているのは、1億8000万円を、ツイッターで、募集してリツイートとかしてくれた人に対して、自分で選んで、贈与したということ。これが公職選挙法に当たる可能性があるということです。なぜかというところですけれども、このお金をばらまいた後に、N 国党から立候補する、都知事選に出るとか、あとその他選挙に出るって話が出てますけども、この方の場合は、候補者となろうとするものが寄付をした。と
というふうに見られる可能性があります。お金をばらまいている時点では本人としては選挙に出るつもりはなかったのかもしれないですし、選挙とのリンクは全く考えていなかったかもしれません。ただ特捜部とかが逮捕できる状況、そういう返しができる状況にはあるんじゃないかと思いますので、お金をばらまいた行為とその後の立候補が結びつけられてしまう可能性があります。さらにもう一個、三崎裕太さんの場合の大きな問題があります。それはこの方が9月に有罪判決を受けているということです。脱税、1億8000万円脱税したということで逮捕などされて、有罪判決を受けました。判決の内容は懲役2年と執行猶予4年です。ちょっとこの刑の意味がわからない方いらっしゃるかもしれませんけれども、これは刑務所に入ることは基本的には1日もありません。執行猶予がついている4年間の間に何か悪いことをしたら、犯罪をやったら、あなたはこの件で懲役2年刑務所に入ることになりますよ。その代わり何にもしなかったら1日も入らなくていいですよっていう判決になります。なのでもし今回の件で公職選挙法違反ですよという話になってしまった場合には、この執行猶予が取り消されて2年間刑務所に入らなければならないリスクが出てきます。この方特有の問題として、やはり有罪判決を受けた後にこういう公職選挙法違反のグレーな行為をしてしまうのはかなりリスクがある行為なのじゃないかなと思います。ただ参考までに、有罪判決を受けたからといって選挙に出られないわけではありません。公民権って書いてますけど、公民権っていうのは投票したりとか立候補したりと、そういう権利のことですけれども、単に有罪判決を受けてるだけではそういった投票する権利、立候補する権利はなくなりません。実際に刑務所に入ってる場合と贈収賄みたいな政治的な汚職とかをやった場合はこれがストップになりますけど、単なる脱税ですので立候補することはできます。結局ですけれども、やはりお金絡みは政治家の方々はかなり問題視されますし、受け取った側も仮に処罰はされないとしても、警察に何度も取り調べに呼ばれたりとか、お金関係すごいチェックされたりってかなり嫌な思いをします。ですので、いわゆる三内運動、お金を送らない、何らかの見返りを求めない、そしてお金は受け取らない、この三内運動を徹底しましょう。小学生の諸君、政治家からお金はもらわないようにしましょう。チャンネル登録よろしくね。